はい、えー、須藤さん。えっ、ー、とね、セールスのためのちょっとね、コツを改めてお,お,お伝えしておきますね。まあ、これは、ズーム対談の中の話の作り方にもなりますし、それから普段のね、えっ、ー、と、活動の中でも、セールスっていうのは定期的にやった方がいいと思います。そのセールスのための動画を撮ることによって、まあ、普段の動画との再生数のね、変化とかね、えー、それから、あのー、打ち出し方によって、どのぐらいお問い合わせがあるのか、それともないのか、 どのくらい売れたのか、全く売れてないのか、こういった変化を積み重ねていくことによって、より精度の高いセールスの力っていうのになっていくわけなんですよね。まああ、もう元々ね、株とか FX をやる方っていうのは、その商品のセールスそんなに向いてないんですよ、実は。あそれはね、あの、お分かりだと思いますけども、あのビジネスで商品作って売るのが苦手だから、一人でできる株とか FX になっちゃうんで、あの、両方の力を持ってる人って少ないんですよ。だからこそ、 これやった方がいいいと思います株のスクール運営をしながら自分もプレイヤーとして株をするだけども株スクールの販売も得意みたいな感じで二足のわらじが引けるんでねますます将来安泰ということにもなりますしそれがやっぱりね心強いのは自分の,あのスクールに入ってくださる方がいるついてきてくれてる方がいるっていうことなんですよ。 いいうふうな思いにな思思にると思うんですよだからまあ自分の収入も支えてくれるし自分のやる気も支えてくれるそういった意味でスクールの規模って大きくすればするほど、うん、なんかものすごくやりがいが出てくると思うんですよそういうふうにねあの本当に月に一人でもいいから増やしていければなと思いますよねでえっ、ー、とやり方なんですけどもあの まずは世の中のこう不安材料っていうのを取ってきてね、その不安に真剣に立ち向かうからこそ、こうやって動画を見てくださってるんですよねっていうふうな確認をしてね、多分それは本当多くの方がそうだと思うんですよ。将来の収入の不安とか、これからどんなことでお金を稼いでいけばいいのかってこと不安だから、株とかね、ビジネスとかっていうのを、 目を向けると思うんですよだからそこに共感することがまず大事です。世の中の不安な状況、それを感じてるからこそ、あなたも今日ここに来てくれたんですよねってことです。だからこれが視聴者さんの状況、言うってことですよね。あなたってことなんです。あなたの立場をまず私は分かってますよっていうふうにすることによって、あなたのことを話して、そして私も同じ気持ちですよっていうふうなね、We になってきます。You, We, I の原則ですよね。で、愛ってのは何かっていうと、私はあなたにこういった改善提案、 ができまますすよよってことつまり株ですよねで肝心なのがなんで株をやる必要があるのか他のビジネスが投資じゃなくて何で株なのかここで株のメリットを打ち出しますもしくは株以外の投資まあ時には FX でもいいんですけどもビジネスのデメリットを打ち出すんですよそれは何でお金に結びつきにくかったのかってことね例えばビジネスってのは集客がむちゃくちゃ大変なんで多くの人が在折するんですって だからビジネスにどうもなあと思ってネットワークビジネスもどうもうまくいかないなみたいな感じで株のことを考えてくださったんですよ。その通り正解ですよなと株をやってる以上集客しなくていいんでその分株の勉強に打ち込むことができるんですみたいな感じで話し進めていくんですよ。で、株っていうのは自分の力さえつけば世の中の、うん、動向とかあんまり関係なくやっていけるよっていうことですよね。そこに出てくるのがテクニカルなのか ファンダメンタルなのかっていう違いではありますけども、これはまた別の機会にお話しましょう。で、なんで株をやるのかっていうことね。なんでっていう。why? どうしてなんですかってこと。そして、株をやったらどうなるのか。株をやって儲けれるようになったら、どんな世界が待ってるのかってこと。ね。これ、what to って言うんですけどね。why?what to この二つを繰り返すことによって、見てる人は、あ、株やらないとなっていうふうなモチベーションが上がってきます。 そしてセールスなんでですよでセールスの時には何を言うかっていうとそのスクールを購入するもしくは一緒にそのスクールで勉強するとどうやったらそれが達成できるのかあなたの夢が叶うのかあなたの不安が消えるのかっていうふうなね、うん、ハウトゥーが入ってますよってことをお知らせするんですよ。でそのハウトゥーは多分塾の中にねストーンさんの塾の中にもいっぱいあると思いますけどもそのうちのいくつかを具体的に紹介するってことをやったらもっと効果的ですよね。 商品をちちょょっっと渡すすわけですよ、びねで。それによって試食をしてもらうっていうかねお試しをさせてもらうんですよそれでお確かになと思ったらじゃあやろうかってことになるんですよで私の場合ね FX の場合はこういう考え方があります FX ってのは1週間を月火水木金というふうに考えて土日はないわけですよで1ヶ月を1日から30日までね当然ありますよね30じゃない時もありますけども その中で、なんで FX やって負ける人がいるのか。その一番簡単なことをお話しますよ。っていうふうに話を進めるんですよね。例えば、月曜日と金曜日っていうこの週の始まりと終わり。それに比べて、火水木っていう週の真ん中。これ、どっちが難しいと思います実はね、火水木は取りやすいんですよ。月とか金は難しいんですよ。だから、もし FX をやるんだったら、 まずは月と金でやるんじゃなくて、火水木から攻略していきましょうっていう風にね話を進めていきます。なんでって疑問が沸き起こります。それはですね、1週間単位でトレードをしている人がいることも意識してもらいたいんですって。そうすると月曜日に資金をドンと入れて、金曜日にズバッと資金を抜くんですよ。ね大きな資金の流れが考えられるのが月と金だと思ったら、そういったイレギュラーなお金の入出金が、 比較的少ない月金に比べて少ない河水木でやるのが順序だと思いませんかこういった小さなノウハウもスクールではお話ししてますさあそうするとね1日と30日月の始まりと月の終わりがなんで取引に向かないかってことも分かりますよねもちろんそんなに大した変化がない時もありますんでいつもってわけじゃないですけども比較的ですよ相対的に 1か月のうちにどこでやるのかどこではやらないのかってことを考えるとまあ月初月末っていうふうなね大きな資金が入ったり出たりすることが予想できるような何月例えば12月の1日とか12月の31日は私はトレード控えますねっていうふうにお話しするんですよ。で慣れてきたらそういう難しい日もやって毎日取引ができるよねっていうふうにしていくといいと思いますけどもそもそもこれから FX を始めようとする人に毎日やってもね くたびれるだけですよと。簡単な日から攻略していきましょうそのために私は毎日相場解説やってますので、ご自身の理解力に合わせてね、難しいところやりたかったら月金とか、1日とか30日やればいいけども、でもこれから始めるって方は、まあもちろん月曜日も金曜日も見るんだけども、実際にデモトレードとか小額トレードをするのは、カー水木の1週間のうちこの3日間だけでよくないですかだからいきなりチャートに張り付かなくても大丈夫ですよ。 そういうところから徐々に徐々に始めていって、実力に合わせて、自分のレベルに合わせてどんどんね、えー、エントリーできる日を広げていけばいいんじゃないですかってことをお話ししたりしますねえ。あ、あの、こういうふうなことをお話しすると、あ、だったら自分でもできそうかなとかね、あ、今までそういう考え方がないから挫折しちゃうんだっていうふうに気づいてもらえることになる。そしてその気づいた人に対してのセールスが効きやすくなるってことです。まあ今お話ししたのはちょっと一例なんですけども、まだまだね、FX でどうやって負けの可能性が高いときに、 避けててかつ確率の高いい時を狙ってやるとうことね、うん、そういうことをね、具体的に、えー、たくさんのエピソードとともにお伝えしますので、まあ、ついてきてくださいって感じですかね。はい、じゃあ以上でございます。今回の動画限定でお届けしました。まあでもね、いつか公開っていうね、カテゴリーにしようかなと思いますね。この動画もいつか公開します。ということで、以上です。よろしく、メーカドック。